日本第一党8月29日に桜井誠が東京都知事選に立候補した際の政治団体都政を国民の手に取り戻す会を解消して日本第一党を決闘したとツイッターにて発表した。また引き続き資金管理団体としても指定されている。2017年2月26日東京都江東区のアパホテル東京潮見駅前にて決闘大会を開催した。 2017年4月17日に本第一党として初の公認候補予定者として2017年東京都議会議員選挙の八王子選挙区に元日本郵政社員の岡村美希を決定したことを公表。4月27日岡村と桜井が記者会見を開き岡村が日本第一党の公認候補として東京都議会議員選挙に立候補すると発表した。また、 同年5月1日朝日新聞がジャパンファーストを掲げる同等には今約1800人が集うという記事を掲載した。7月2日岡村は得票数2597票得票率1.1%の再開で落選した。2017年11月12日葛飾区議会議員選挙に出馬した日本国民党公人の鈴木信幸を推薦した。 2019年4月7日、統一地方選挙前半の相模原市議会議員選挙、京都市議会議員選挙、福岡県議会議員選挙に、擁立した、候補5人全員が落選。4月21日、統一地方選挙後半の、八王子市議会議員選挙、調布市議会議員選挙、練馬区議会議員選挙、新宿区議会議員選挙、国分寺市議会議員選挙、八尾市議会議員選挙、 藤井寺市議会議員選挙に擁立した7人全員が落選。2020年1月24日、党大阪本部長の荒巻康彦が3月に投開票が予定される。津島市長選挙に無所属、立候補するが落選。2月16日中市議会議員選挙にて、党茨城県本部長の原田陽子が、党推薦、無所属候補として立候補し当選。 日本第一党員としては、初議員になる。7月3日、東京都知事では、前回を上回る、約17万8000を獲得し、落選ツイッターで、小池候補約40万ツイート投稿されたに対して、党首の桜井は、約100万ツイート投稿された。また、日本第一党、桜井誠氏18万票の衝撃と報じられた。 また新型コロナウイルス感染症を考慮して、選挙期間中は当事務所からネット配信 VR 外線が中心の選挙活動を行った。9月30日唯一の議員、原田と茨城県本部トップが意見対立によって離党する。11月15日雲南市市議会議員選挙で公認候補が落選。2月14日、 最上市議会議員選挙で公認候補が落選。日本第一主義を信条とし、民族国家日本の国体や日本国の国益を守る、新憲法の制定、国軍の保有、保守主義の復権、日本人のための社会福祉などを日本第一投稿料に定めている。政策は以下を提示している。日本国の公共の安全に影響力を及ぼす団体や勢力を調査している。 公安調査庁が動向について公開資料である内外情勢の解雇と展望で言及している。2018年は外国人人材受け入れ反対の外選活動と2019年の統一地方選挙候補者決定などが上がった。2019年の統一地方選挙の動きを右派系グループの項目で言及した。ありがとうございます。